リコリサンドラアレンは、単子用植物ツユクサかツユクサレンに属するアレンで、豪属約60種を含む。全種が中南米に産し、日本の植物園では、リコリサンドラ、コクリオステマ、シデラシスが見られ、ゲオゲナントスが、観葉植物として栽培される。形態的な多様性が高く、染色体基本数 X イコール19を除いて、全体に共通する特徴は知られていない。 DNA では2つのグループに分けられることが分かっており、これらは系統的には側系統群となる可能性が高いが、どちらのグループにおいても、強草坂の中でも特殊な性質を持つものが多い。ディコリサンドラとシデラ室ではツルセイやカリシュヒが見られ、特にディコリサンドラではおしべの役が細長く、先端から花粉を放出する。コクリオステマとプラウマニアンスでは、 花弁が2枚ある側のおしべ3本だけが成熟する。コクリオステマは着生植物で左右のおしべの花糸部分が大い状に広がって螺旋系の薬を包み込んだプラグ型の構造になり2つの突起先端の穴から花粉を放出する。プラウマニアントゥスは熱帯ウリンの臨床を這う植物で花の多くは閉鎖毛になる。ゲオゲナントゥスは紫強くサレンでは 稀な気候副細胞配置を示し、過剰は地際でわきなまする。プラウマニアントゥスは、フェードンの時点では記載されておらず、2004年に、親族新種として記載された。ありがとうございます。